怪人二十面相は、月刊娯楽雑誌、少年クラブ2936年に連載された、江戸川乱歩作の少年向け推理小説シリーズの第一話で、ある。二十の違う顔を持っていると言われる、変装名人であり、盗む際には予告状を送ることで新聞を、賑わせている、大怪盗怪人二十面相。二十面相は、名探偵、明智小五郎やその助手、 小林少年と対峙することになる。本作で警視庁、捜査一課係長の中村係長が登場する。中村係長について、中村善四郎という名前が登場するのは本作のみ。本作の終盤で小林少年を団長とする少年探偵団が結成される。実業界の大建物である橋場総太郎の家に世間で噂の盗賊。 海人二十面相から、ロマノフ王家に伝わる宝石を狙った、予告状が届いていた。一方で家出をして南洋に渡った橋場家の長男、宗一が十年以上を経て帰国した。しかし、ロマノフ王家の宝石は奪われてしまい、さらに次男の宗二を誘拐されることに。二十面相は、次男の宗二と引き換えに、安網の策と言われる、関税恩蔵を要求してきた。 橋場ば太郎は、名探偵、明智小五郎に依頼をしたが、明智ガがス中のため、女子である小林義雄が、明智の代わりを務めることになった。ポプラ文庫1、怪人二十面相では、二つの話に分かれているものの、独立した別称扱いはなく、まとめて怪人二十面相という構成である。各エピソードのタイトルは、講談者、 江戸川乱歩少年クラブ全集の者の。少年探偵団の提案者であるが、次話、少年探偵団に出た後、登場しなくなる。殺人を行わないと噂される二十面相の事件は、本来、捜査参加の担当と解説で言及されることがある。太平洋戦争により四巻までで、観光休止。戦前に観光された、妖怪博士までの三巻を、 戦後に公文社から復刻、乱歩の許可を得て発行のオリジナル単行本は現在絶版。リニューアルの新装版や文庫が複数あり、ありがとうございます。